ロシアから日本に入国帰国をしたら隔離所での3日間の隔離が決定しちゃいました。はい、どうもマリシカチャンネルようこそ。ロシアモスクワに11年住んでいてバレエをしている私が作るこのチャンネル、ロシアとバレエに興味のある人はぜひチャンネル登録しておいてください。ということで、今日のこの動画はもともと予定をしていなかったのですが、今緊急でカメラを回しています。なので台本も作っていないので、もし噛んでしまったり言い直したりして聞きづらい点があったらすみませんが、これは超最新ニュースとなります。実は先日大使館と外務省の方からメールがあり、本日2021年7月1日以降なんですが、日本入国帰国前14日間以内にロシアのモスクワ州サンクトペテルブルクのいずれかに滞在歴がある人は、日本人外国人など国籍を問わず日本に入国帰国後は隔離所での3日間の隔離が決定しました。実は数ヶ月前に私は日本に一時帰国をしていて、その時の水際対策の様子を動画を回していて、こちらの動画にまとめているのですが、この時と同様、ロシア出国前72時間以内に PCR 検査をして陰性証明書を持っている人しか飛行機には乗れませんし、日本に着陸をした後も誓約書を書かされ、たくさんの書類の確認、そして 2,3 時間の列に並んでアプリの確認、唾液抗原検査をして陰性の人しか日本に入国はできないのですが、もちろんその後も公共交通機関を使わずに自家用車などで家かホテルまで行って、そこで自粛というのがあるのですが、それに加え今回ロシアのモスクワ州サンクトペテルブルクから日本に入国帰国をした人は隔離所で3日間隔離されることになるそうです。なので日本に上陸後、羽田空港で検査をして陰性の人だけ専用のバスに乗って隔離所まで移動するそうです。この隔離所については事前にはどのホテルか知らされないのですが、いろいろな情報を集めたところによると、リゾートホテルではなくとあるビジネスホテルだと言われています。家族連れの人は家族で一緒に泊まることはできるのですが、こういうふうに個人で一人で行く場合ですと、一人一部屋ずつで狭い部屋に必要最低限のものだけ、ベッドと小さな冷蔵庫とクーラーとトイレとシャワー、ユニットバスみたいなのがあるというふうに聞いています。ただこの3日間はその部屋から出ることができないんですね。廊下に警備員の方がいらっしゃるので、コンビニとか散歩に行くことも許されません。なので1日に3回お弁当みたいなのが渡されるというふうに聞きました。そしてその隔離所ホテルには一応 Wi-Fi があるので、外部との連絡は取れるので、知り合いとかに差し入れをしてもらうことは可能だそうです。ただ対面することはできないのですが、多分受付か何かに何々さん宛てという感じで差し入れはできるのかなというふうに思います。私もそこに着いたら YouTube の動画回しますし、動画だと編集で上げるのに時間がかかってしまうので、ライブ生配信をする予定でいます。そしてその3日間は部屋の清掃も入ることができないそうなので、完全に隔離状態です。洗濯物に関しては電話か何かでランドリーの時間帯を予約して、その時間になったら入り口に洗濯物を置いておいたら洗濯してくれるサービスもあるそうなのですが、そのサービスは混み合うということでしたので、もう前もって3日間の隔離が知らされているので、私は自分の着替えは多めに持っていこうと考えています。そしてその3日間の隔離終了時にまた検査をして、陰性だった人がその自分たちが到着した空港のターミナルまでまた専用のバスで戻って、その場で解散という風になるそうです。そこからももちろん公共交通機関を使うことは許されていないので、自家用車か何かで家かホテルまで戻って、日本入国帰国後の14日間の自粛の続き、残り11日間ですね、過ごしてくださいという風に言われています。で、これが私にとってすごく大きな問題なんですね。ここからは私の個人的なお話も入ってきてしまうのですが、私は地元が大阪ですので、この前帰国した時と同様、大阪の自宅までは自家用車で帰るしかなくて、なぜなら新幹線もバスも飛行機も使ってはいけないからですね。でも私は
車の運転免許を持っていないので、というのもロシアに14歳で来ているので車の免許を取らずにロシアに来ましたし、ロシアで車の免許の勉強もちょっとルールが違っていたり、ロシア語でするのも難しかったのでまだ免許を取っていないので、この前と同様父と母が車を交互に運転しながら羽田空港まで来てもらって、そこで私をピックアップしてまた大阪に帰るしか方法がないんですね。せめてですよ、そこまで公共交通機関を使わないでくださいというふうに言うんだったら、メインの羽田空港もしくは成田空港から東北方面、関西方面、九州方面まで専用のバスか何かを出してくれて、そこから自家用車で帰ってくださいだったらまだわかるのに、往復約20時間かけて自家用車で迎えに来てもらうしか方法がないんですが、まあ国が決めたことなので私は国のルールにしっかりと従うんですが、ここからまた問題があるんです。実は私は7月の23日にロシアモスクワを出て、7月24日の朝に日本の羽田空港に着く飛行機のチケットを買っていて、7月の24日に父に仕事の休みを取ってもらって母と一緒に迎えに来てもらう予定だったんですが、この強制隔離によって3日間隔離されるので7月27日以降じゃないと家に帰れないんですね。でも父は医者をしているのでこのご時世そう簡単に休みは取れませんし、7月末も8月頭も1日たりとも休みがない状態なんです。なので私は7月23日の飛行機のチケットをキャンセル料を払ってキャンセルをして、日系の航空会社 JAL さんが今日本ロシアを週に1回しか飛んでいないので、1週間前の7月16日にロシアを出て7月17日の朝に日本に着く便を取り直しました。そして3日間隔離されて、7月20日に検査の結果が陰性だったら釈放、まあ自由になるんですけど、両親が迎えに来てくれる7月24日まで羽田空港のベンチで毛布をかぶって夜を過ごすということはできないので、この前日本からロシアに行くときに前泊をしたこのホテル、羽田空港の第3ターミナルのザ・ロイヤルパークホテルに3泊か4泊24日まで自腹でホテルの予約もしています。ただこちらの羽田の第3ターミナルのザ・ロイヤルパークホテルさんの方も、海外から日本に入国、帰国して14日間以内の自粛中の人を受け付けてはくれるんですが、そこのレストランを使用禁止だったり、部屋の清掃に来てくれなかったりなどなど、いろいろな不便があるそうです。ただ3日間の強制隔離が終了してそこのホテルに移動してしまえば、コンビニとか軽い散歩には行くことはできるんですが、今回私は日本に帰っても約1週間は自由が利かない羽田空港の周りで過ごすことになります。もちろん家族とも会えませんし、日本の美味しい料理も食べたいんですが、そういうわけにもいかないんですね。今回このようなことに急遽なってしまったのですが、まあこれは YouTube のネタだと捉えて動画の撮影をしたり、毎日ライブ生配信をして時間を過ごしたいと思いますので、皆様助けてください。そしてこの1週間を乗り越えられたら24日に両親が迎えに来るので、そしたら自家用車でまた10時間ぐらいかけて大阪まで帰るんですけど、ここまでしてわざわざ日本に帰ってこなくていいじゃないかという意見ももちろんあるのはわかるんですが、今回帰るのはワクチン接種が一番の目的です。なぜならこの前の6月30日に出した動画でも言いましたように、今ロシアではワクチン接種をしていないと行動が制限されて過ごしにくい世の中となっています。ただロシアで私は今ここで一人暮らしをしていますので、ワクチンの副作用などで何か起きてしまったらちょっと危ないので、両親がいるところでゆっくりとワクチン接種をして、その後も落ち着いて過ごしたいと思っています。この急な強制隔離というニュースに私自身すごく驚いているのですが、今回このように動画を回して皆様にいち早くお伝えしたいと思って超最新ニュースとして動画出します。そして今回私が帰った時もどのような水際対策になっているのか動画を回しますし、ライブ生配信をして皆様に共有していきますので、チャンネル登録まだの方はこの際にぜひチャンネル登録をしてお見逃しのないようによろしくお願いいたします。
最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。チャンネル登録よろしくね。